2018年10月7日午後14時3分でございます。皆様どうも、こんにちは。こんばんはではございませんね。前回の放送がですね、2017年の11月の15日でございました。約1年ぶりでございます。いやー、この1年ね、いろいろありましてね。いや、本当、だいぶ僕がすり減ってしまったっていうリアルな事情があるんですけどもね。はい。それはさておき、熱いリクエストいただきました。僕もね、忘れたわけじゃなかったんですよ。はい。忘れたわけではないんですけどもね。はい。ちょっと、腰が重かったのは事実でございます。そう。帰ってまいりました。こちらの放送、北方謙三三国志を初見朗読数第15回でございます。よろしくお願いいたします。本日より第3巻となります。原価の星という本でございますね。こちら、価という字が変換できないんで、カタカナで書いております。ご了承ください。そして初見朗読とは、下見や練習等は一切しておりません。ぶっつけ本番でございます。ちょっと画像をね、探すためにチラ見はしておりますけど、読んでおりません。なんとなく把握した程度でございます。初見朗読とはぶっつけ本番ですね。皆様とね、初めて見て知って聞く楽しみというものをね、共有したいという目的のために、こちらの放送ではしょっちゅうやってる企画でございます。非常にね、内容的に読むのが難しい本ではありますので、今までも散々苦戦してきたというのがあるんですよ。ですからそれも含めてね、ちょっと腰が重かったというのもあります。内容的には間違いなく素敵な作品なんですけどもね。こちらまだ読んでないという方いらっしゃる方がね、ぜひとも聞かせてほしいというね、熱いメッセージございましたので、はい、ぜひともやっていきたいと思います。さて、前置きが長くなってしまいましたね。ちょっと待って、間違って延長する、いや、違う、間違って終了するところじゃ、すいません。やっていきましょうか。まあ、三国志を知らない方には何のことがいまいちわからないかもしれませんが、三国志をご存知の方でございましたら、諸葛孔明ですらまだ出てきていないという段階のお話でございますからね。結構重要なキーマンでございます、諸葛亮という方はね。登場をお楽しみにしてくださいということでよろしくお願いします。それでは始めていきましょうか。北方謙三三国志、三の巻、原価の星。光の矢、一。風、谷の下から吹き上げてくる。身を切るように冷たかった。ゴトベイ道が漢中軍に入ってすでに9年だった。その間、力は養ってきた。漢中軍全域がゴトベイ道の聖地のようにさえなっている。乱を逃れ、あるいは貧しさに耐えかねて、漢中に流れてくる人の数も多い。もう、負けるはずなどないのだ。相手が誰であろうと追い返せるという自信はある。それにしても、母も兄も劉璋という男を甘く見すぎてはいなかったか。劉璋の父劉渊が益州の牧としてやってきたのが9年前だった。
その頃、益州には豪族が多数いて、それぞれ勝手なことをやっていた。民衆はその戦争に苦しみ、ゴトベイ道に帰依し始めていたのだ。兄の長老が教祖で、母は教母と呼ばれていた。ゴトベイ道は祖父の長領から始まっている。信者にゴトの米を納めさせたのだが、その名の由来である。それ以後、父の長公が継ぎ、そして兄の長老の代になっていた。三代の間、益州で徐々に広まってきている。母と兄が危機感を抱いたのは、同じ道教の一派である太平道が乱を起こし、黄金族と呼ばれた信徒たちが朝廷の軍勢に圧殺されそうになった時だった。乱は全国に広がったが、やはり朝廷の軍勢には勝てはしなかった。ゴトベイ道もやがて、と、母と兄は考えたようだ。太平道が乱を起こしてから、この国には乱世の気配が漂い始めた。庇護するものを求める。その考えで、母は皇室に連なる龍炎に近づいたのだろう。母は、年齢よりずっと若く見え、それは不思議な感じがするほどだった。誰もが美しいと称賛した。龍炎はすでに老齢に近かったが、母の色化に惑わされたのかもしれない。あるいは母のなす、不術に惹かれたのか。それまでただの監督官だった州の志士を、軍事裁量権まで持った僕に格上げすることを朝廷に建議し、それが入れられると、自ら益州の僕を志願したのである。それで、益州のゴトベイ道は、龍炎の庇護のもとに置かれることになった。漢中軍によって立て、と、兄の長老に勧められたのは、長英自身だった。漢中の守りが甘ければ、益州全体が危うくなる。逆に漢中さえ固めていれば、益州は安泰である。乱世の波に飲み込まれることもない。長老は必ずしも益州に従順ではなかった。漢中大将を自ら討伐することを願い出て許された。母がそう働きかけたからである。しかし、兄の長老に戦の裁量はできなかった。漢中大使との戦のすべては、長英自身が受け持った。長英は、漢中に攻め込んで数日でそこを制圧し、長安への唯一の道である谷の架け橋を切り落とした。それ以来、朝廷との連絡は途絶えている。あの頃、長英は二十歳だった。今はもう三十に近づいている。漢中軍はすべてゴトベイ道のものになった。益州全体にもゴトベイ道の力はかなり及んでいる。龍炎が道教を嫌う豪族をほとんど誅殺したからだった。漢中で4万、益州全体で二十数万の軍勢を要するようになった。それは、炎章や曹操や炎術をもしのぐ軍事力だった。ただ、龍炎には、益州を出て全国を平定するという野心はなかった。むしろ、益州だけをいつまでも孤立させ、やがて漢から引き離してしまおう、と考えているようだった。それは母の願いであり、長英が考え続けていたことでもあった。いつか龍炎は、帝のごとく振る舞うようになっていた。その、龍炎が死んだ。龍炎を継いだ龍将は、一年間は喪に服していた。その間に、母と兄は、やりすぎたのだ。
駅州全体をゴトベイ道の国にしてしまうにはまだ力が不足していたが、民さえ信徒に加わってくれれば心配はないという考えで活発に動き始めたのだった。劉長には我慢できないことだったのだろう。いきなり母や二人の弟たちを捕らえた。兄だけはなんとか艦中に逃げ込んできたが、母と弟二人は首をはねられた。劉長に武術は役に立たなかったようだ。それ以来、劉長がいつ艦中に兵を出してくるかという状態が一月近く続いている。生徒に兵が集結中という情報も何度か入った。確かに兵は集まったようだが、劉渊の死をきっかけに反逆の姿勢を見せ始めた豪族を討つためで艦中に向けられる軍勢ではなかった。教祖様がお呼びでございます。下の方から従者が大声を出した。長英は屹立した岩の頂に座っていた。上半身は裸である。物を考えるとき長英がよく座る場所だった。長英は立ち上がり、天に向かって一度雄たけびを上げた。艦中は山深い土地である。屹立した岩の頂にいても C は山であった。長英は着物を着ると岩を掘り、馬をつないだところまでかけた。従者はいつも一人。数百の信徒に取り囲まれた長路とは違ったが、艦中軍の兵はすべて掌握していた。長路の館は町にはなかった。南堤の南の山一つが長路の館と言っていい。義者と呼ばれる信徒たちの家が並び、頂の広い土地に長路の館がある。山を囲うように柵を設けたのは長英である。いざとなれば城とは比べようもない。その柵さえ長路は作ることを嫌がった。長路は10名ほどの祭主、信徒の頭たちを前に座っていた。生徒の信者から知らせがあった。劉将殿がついに艦中に兵を向けられたらしい。兄上はどうなさるおつもりです？長英は長路に向き合って腰を下ろした。祈る。それはわかりますが、実際に軍勢が来るとなると祈るだけでは済みません。兄上にもここを動いて城の中に入っていただきたくてやなりませんぞ。そっちはお前がうまくやってくれるだろう。とりあえず知らせが来たのでお前を呼んだ。長路は痩せていて背が低く、老人のようにしなびて見えた。それでもまだ38である。母も小さかったが老女には見えなかった。娘のように見えることさえあったのだ。その母が大男の劉渊に抱かれていたということさえ信じられない。二人が交合しているときは長い間劉渊の叫び声だけが聞こえ続けているのだと側近の者に聞かされたことがある。とにかく帝軍山あたりに兵を出して劉長の軍勢を迎え撃ちます。兄上は今のところこの館におられて結構ですが、私の使いが来たらすぐに城内に移ってください。祭司たちにも一緒にです。私はここで祈っていてはいけないのか、上映。艦中が初めて戦場となるのです。良いですか。母上と弟たち二人の首がはねられたことをお忘れなきよう。母が首をはねられたときは血が一滴も出なかったという噂が駅州に広がっていた。そして首をはねた者は翌日には悶死した。本当のことではなかった。長英が流させた噂である。館を出ると長英は南堤の城へ向かった。そこには兵が1万ほど駐屯している。
他に派生軍との軍境の病に一万。まとまっているのはそれだけだった。兵はすべて鬼卒と呼ばれる信徒である。兵になるときに一人一人長老自身が口に米を含ませた。兵たちはそれで死んで食いないものと思っている。陣屋に入るとすぐに大隊長たちを収集した。果敢な者、判断力の優れた者を選んであるが、普段は兵と同じ生活をしている。ただ大隊長に選ばれた者は長老の手からさらに米を三粒口に入れてもらえる。生徒が艦中を攻めようとしている。これより迎撃の態勢を取る。戦場は帝軍山あたりになるだろう。敵はどれほどですか？大軍と聞いたが、正確な数はこれから石膏を出して確かめなければならん。生徒の信者から今知らせが入ったばかりだ。教祖様は？私に全てを任された。いざとなれば城に入っていただく。今のところその必要はあるまいが。生徒まで攻め込まないのですか？劉将は教母様を殺した男ですぞ。今は艦中を守ることが第一だ。太平道の霊もある。無謀な戦は慎まねばならん。艦中を守るだけなら私にも自信はある。山中にいる軍勢はどうなさいますか？出動させる。敵の数次第だが2万で当たりたいと思っている。軍議では意見を出せる。軍議が終わればあとは全て命令に従うだけだということは日頃の訓練で徹底させていた。軍内の各地の兵はどうなされるのです？軍勢で4万近くになる。それは兵の数で、艦長軍全域が戦場となれば信徒たちの多くが戦に加わってくれるだろう。それはこちらの強みだった。各地の兵は戦の備えだけをさせてじっとさせておこう。それ以上の意見は出てこなかった。集結は帝軍山5000を人生が率いて先発する。あとの1万5000は石膏の報告を受けてから出動の日時を決める。人生と白昼がいわば長英の副将だった。兵の訓練をしているのも主にこの2人だ。人生は26歳の大男で、白昼は目立たないどこにもいそうな中年だった。確か34か5になるはずだ。目立たないが軍学には通じていた。長英の傭兵ももともとは白昼に教えられたもので、それに自分の工夫を加えた。まず敵将が誰かということです。人生が出発し二人だけになった時に白昼が言った。敵を知ること、つまり敵将を知るということか？劉家の武将の力量ならば私は大抵知っています。白昼は以前は劉園の武将で、ゴトベイ堂に帰して艦中へやってきた。もう8年も前のことだ。劉園は止めもしなかったのだろう。誰が軍勢を率いてくるかは2、3日のうちにわかるだろう。その時はお前の考えが大事になる。その時まで待て。南帝で待つのも芸がないような気がしますが。罠でも作ろうというのか？崖の上には石を運び、平地には穴を掘って隠す。燃えるものも用意しておく。それぐらいのことはやった方がいいという気もします。私は兵法によった陣を組んで正面から戦いたい。特に最初だけはな。劉将の軍とはこれからしばしばぶつかることになるだろう。その時は罠も考えるだろうが。わかりました。兵の数を測るにはその方がいいかもしれません。
劉淵に命じられた形で漢中大使を攻めた。それは戦だったが、劉淵の兵を使ったものだった。そして背後に劉淵の巨大な力が控えていた。漢中の後鳥羽道軍だけで戦うのはほとんど初めてと言ってもいい。訓練は積んでいるが、やはり実戦は違うのだ。お前は派生との軍座会にいる一万も合わせて帝軍山の近くまで移動する準備をしておけ。私は残り五千を率いて数日後に進発する。心してください。劉将の患者がかなり感情に入り込んでいるでありましょうし。気をつけよう。ただ狙うとしたら二部だろうと思う。義者には警護を命じた者が30名ほど入っているが、それだけいれば一応は安心です。兄上は自らの命のことなどまるで考えておられん。そこが兄上らしいところでもあるのだが。自分があるのかないのか、長老と喋っているとわからなくなることがある。それが教祖らしいのかもしれない。不実ができるのもそういう兄だからこそだと長英は思っている。長英には不実などできなかった。後鳥羽道そのものも本当にわかっているのかどうかと長英はいつも思っている。長英の心はおよそ宗教というものとは無縁だった。ただ宗教を利用することはできる。長老の弟という立場はさらにそれを容易なものにしていた。白春が一万五千を率いて進発すると、長英は十騎ほどの側近だけで南帝郊外にある伊織に向かった。叔父上殿、ついに戦になります。先行は初見をしていた。かなりの書物が伊織には積み上げてある。父の長江と共に布教に勤めていたが、自ら不実をなすというようなことはしなかった。父の背後にいていつも父を守っていたように見えた。不実はなさないが、武術の腕前は人並み外れていたのだ。優勝だな。大軍らしいということですが、今調べさせています。それで大軍であったら。たとえ大軍であろうと最初は正攻法で戦おうと思います。私は兵を鍛えてきましたが、その力を測る機会には恵まれませんでした。それをまず測りたいのです。お前ものんきな男だ。自分の兵の力を測っている間に潰されてしまったらどうする気だ。いけませんか。それは大将のお前が決めることだ。肝心な時にわしに頼ろうとするな。先行は父が死ぬと母と兄を守るということを続けた。それをしなくなったのは益州に入ってからだ。先行がやるまでもなく劉淵の大きな力で守られていたのだ。後鳥羽道の拠点を漢中に避けと長英に言ったのも先行だった。なぜ母や兄には言わず長英に言ったのかよくわからない。幼い頃から長英は先行に武術を仕込まれた。きちんとした軍学となると白州だったが、武術を身につけていなかったらそれを受け入れることもできなかっただろう。父の兄弟ではないが、長老も長英もずっと叔父と呼び続けていた。母と何かあるのかもしれないと考えたことはある。母は息子である長英が見ていてもハッとするほどの陽気に満ちた色化を漂わせることはあったが、先行がいるときは決してそれを見せなかったような気がする。そのくせ母と先行との間には確かに何かがあったのだ。それは劉淵との体の結びつきとはまた違うものだったという気もする。行きます。叔父上、勝てればよいな長英。先行が笑った。顔が白く見えた。
髪や髭が白くなったのは益州に来てからである。一日で白くなったと長英は思っている。とにかく数日会っていない間に両方とも黒々としていたものが白くなっていたのだ。この伊織で線香が暮らすようになったのは母や弟たちが劉将に首をはねられてからだった。とにかく冠中だけは私の手で守ってみせます。母の夢は益州を五渡米道の国にするということだった。その夢は兄の長老よりむしろ自分が引き継いだのだと長英は思っていた。五渡米道で国を治める、帝などはいらない、帝の代わりに教祖がいればいい。劉縁がもっと生きていればそうなったかもしれない。しかし教祖が帝のような存在になる前に劉縁は死んだ。せめて冠中の地だけは、長英はそう思っていた。今の五渡米道にはまだ益州の地は広すぎるのだ。一章説明終わりでございます。画像は劉縁でございますね。ただ横山見つてるキャラでございますので把握しづらいというのはちょっとご了承ください。はい、出番もちょっと少ないキャラではありますからね。こちらの本の方でも名前は出てきますけども、すでに死んでる存在ということでございます。ちょっと残念ながら劉将の画像もね、長老の画像も用意してないので、ね、切り替えることができないんですけどもね、すみません。では続けて読んでいきたいと思います。2.4万の軍勢である。大将は褒義だった。劉将と幼馴染で信頼を置かれている武将だという。もともと劉将は劉縁が益州に入った時は都にいて検定に従っていたのだ。帝の使者として益州に来た時、劉縁がそのままとどまらせた。長安にいた劉将の子供たちがそのために危険になり、それを連れて益州にやってきたのが褒義である。劉将は感謝したでしょうが、褒義の方はむしろ劉縁の孫を助けてきたという思いだったでしょう。劉縁が褒義の名を口にしたのを何度か聞いたことがあります。白州が言った。戦のやり方まではよくわからない。とりあえず帝軍山に向かって陣を敷いた褒義に探りを入れてみるしかなかった。褒義は褒陣である。4万を4つに分けてそれぞれ砲陣を組ませ、本陣を4つの中央に置いた。手堅い戦をする男なのだろう。1万を左前面の砲陣にぶつからせろ。指揮は人生徹底的に押すことはない。犠牲を少なくしてできれば少し動かせ。人生が馬に飛び乗った。五渡米道軍に騎馬隊はそれほどいない。全部合わせてもせいぜい300というところだった。冠中は山が多い。騎馬隊より歩兵の方が使い道は多いのだ。人生の1万が敵の砲陣の一つにぶつかっていった。はじめは押し合いだった。残りの3つの砲陣は動かない。どう見る白昼、褒義は冠中を攻めているはずなのに、いざ実戦となると守りの戦をしておりますな。それほど怖い敵とは思えません。私もそう思う。一度人生を引かせろ。次には砲陣の一つを全軍が押し潰す。それも人生がまた左、白州が右の砲陣を攻撃する体勢からだ。いいな白州、右にぶつかる直前で方向を変えて左の砲陣にぶつかれ。そのためには一番を小さく固まらせておけよ。
最上の策だろうと思います。しかし法人を一つ崩してからどうしますか。それで全軍を改装させるところまでは行くまい。一度引いてすぐに本陣を作る構えを作れ。構えだけですね。そうだ、宝義が着物を座った男だったら陣は動かすまい。四つの法陣を動かして本陣を固めようとしたら一気に押す。よし行け。人生と白昼が駆け出していく。全軍が動き始め、長英の周囲には本陣となる百騎だけになった。人生の軍が左へぶつかる。右へぶつかると見えた白昼の軍も左前面の法陣にぶつかっていく。1万を2万で攻め立てている格好だった。法陣の角が崩れたと見えたとき、その陣は3を乱していた。長英は鐘を打たせた。全軍が引き、次の鐘で陣形を組み始める。左前面の法陣はまだ乱れたままだ。残りの三つの陣が中央によって一つになろうと動き始めた。よし、乱れたところから突っ込んで全軍で押す。続け。本陣の百騎がまず駆け始めた。全軍が歓声を上げて続いてくる。宝義の軍は押されて下がっていった。およそ3里、約 1.2 キロ、1.2 キロ、そこでエンジンを組むようにして、なんとか踏みとどまった。すぐに全軍を引かせた。まずは押し込んだ。敵の陣形を潰した。敗走させるところまでは無理だ。たとえできたとしても犠牲が大きくなる。三段に陣を構える。第一段の五千が人生、第二段の一万が白昼、第三段の五千が私だ。第一段は縦列で攻める。敵とぶつかったものからすぐに反転して戻り、第三段の後ろにつけ。第二段は一塊になってぶつかる。押したと思ったらすぐに両側に分かれろ。そこへ第三段が突っ込む。そこで敵が崩れなかったら第二段、第三段は引き、その間に第一段が縦列の攻撃だ。それを何度も繰り返す。第一段が縦列で攻撃するのは敵からの矢をできるだけ避けるためだった。長英がとっさに立った作戦に白昼は異議を挟まず黙ってうなずいただけだ。これぐらいの軍勢を相手なら勝てる。長英はそう思った。こちらの兵の方がずっと動きがいいのだ。後ろ盾のない初めての戦の式だった。長英は自分が怯えてもいなければ気負ってもいないと思った。戦況は冷静に見えている。もっと激戦になったとしても多分自分を失わずにいられる。よし、すぐに攻撃するぞ。敵はまだ浮き足立っているはずだ。日暮れまでにはまだ時があった。益州は晴れた日が少ない。うっかりすると日がいつ落ちたのかわからないまま闇に包まれていたりする。第一弾が縦列で動き始めた。思った通り敵の矢はあまり効果を上げていない。ぶつかっては引いてくる兵はほとんど減っていなかった。第二弾がぶつかった時は矢の攻撃はなくなっていた。敵の陣が動揺し始めているのがはっきりと見て取れた。ひとしきりぶつかった第二弾が左右に分かれた。長英は第三弾を率いてその真ん中に突っ込んだ。敵が崩れかかる。それでも中央に硬い部分がある。引いた。すぐに第一弾の攻撃。中央も揺れている。第二弾、それでほとんどの敵の陣を崩した格好になった。よし、全軍でぶつかれ。引いてきた第一弾も合わせ全軍が突っ込んだ。敵が後退していく。中央は固まったままだがやはり下がっている。20里、約8キロほど押しまくった。それで長英は鐘を打たせた。日が落ちかけている。深夜から夜明けまで夜襲の構えを何度も見せた。
3000ほどの兵が歓声を上げて敵陣の近くまで走るのである。それとは別に敵からの夜襲に備えるために5000の兵を徹夜で待機させた。敵からの夜襲はなかった。夜が明けると敵は電軍となる1万ほどを備えさせたまま少しずつ引き始めた。追撃しますか。人生が馬を近づけてきていった。いや、後期です。数千は打ち取れると思います。しかしあの電軍を打ち払うのに数百は失う。兵力を言えば劉将とこちらでは比べ物にならないのだ。小さな価値をここで拾うことにあまり意味はない。私もそう思います。白州が言った。もう少し時を待って全軍でゆっくりと十里ほど押す。それであの電軍は艦中を出ることになる。軍座会を犯せば迎え撃つ。まずはそれを分からせるだけにしよう。日がいくらか高くなってきたようだ。益州では日の光を見る日の方が少ない。全軍を進めた。敵の全軍は明らかに及び腰だったが、長英は無理に攻めず距離を置いてただ押していった。終わりました。敵が艦中から出た時、白州が笑いながら言った。帝軍山の麓を通る道の両側に砦を築く。それで艦中は益州から遮断される。東の南市の城も強化する。それで東からの攻撃も防げるだろう。艦中は艦中だけでこの国の中に存在することになる。一万は派生軍との軍境に残し、一万は南帝に戻した。長老の館に報告に行った。戦の匂いはここにはない。香が焚かれていて、数名の祭主と共に長老は呪文を唱えていた。兄上、戦は終わりました。言うとしばらくして長老は呪文をやめ振り返った。そうか、我が呪法が効いたのであろう。まことに力強いものでした。兵たちが果敢に戦うことができたのも兄上の祈りがあったからだろうと思います。どれほどの兵が死んだのか、長英。およそ300ほど、背負った者も同じほどです。劉将はまた軍勢を出してくると思われますので、兵は失った以上に補充しなければなりません。お前に任せよう。既卒の中から選べばよい。南帝の城に兄上も移っていただきたいのですが。ここでよい。母上は亡くなられた。邪悪な力にいつも我らの呪法が効くというわけではないことは私もわかっている。もともと病を癒すためのものなのだ。人の心を安らかにするためのものなのだ。だからこそ私はここを動けぬ。呪法など長英は信じてはいなかった。兵が強かったのは鍛錬を重ねたからだ。それでも兵の心の底にはやはり五渡米道がある。それは長英にはどうしようもないことだった。兄上が行かれる館を南帝の城の中に作らせます。兄上は時々そこでお暮らしください。民も喜びます。これは別に逃げるということではなく、より強く民に教えを説いていただけるためです。祭司たちと話し合っておく。兵たちはこれからもっと辛い思いをします。死ぬ者も多くなります。毎日100人ずつ兄上のもとへ来させますので、米を一粒ずつ口に入れてやってはいただけませんか。目を閉じ、長老はしばらく考えているようだった。兵になる者はすでに米を受けているのだ。しかし新しい米がまた兵を強くする。よい、
私は兵に米を与え続けよう。そして後のことはお前に任せる。私はただこの地を犯そうとする者と戦うだけです。館を辞すると長英は従者を一人だけ連れていつもの岩のところに行った。着物を脱ぎ裸でよじ登っていく。その岩の頂が長英が考える場所だった。冬は寒く夏は暑い土地だった。長英はいつもそこでは裸である。すでに慣れていた。そうしている方が天地と交わっているという気持ちになれる。翌朝まで長英はそこに座っていた。それから南帝の陣屋へ戻り、白秋と人生を呼んだ。白秋は漢中軍の中を回り、各地の兵に罠などを作らせろ、岩、倒木、枯れ草などを集めさせ穴も掘らせるのだ。各地に配置してある兵は順次南帝の兵と入れ替える。もう正攻法での戦にはなさいませんか。必要とあらばやらなければならん。鍛錬はこれまでより厳しくするぞ。人生は各地から戻った兵を鍛え直すのだ。そして新しい兵を集めろ。武器も作らせろ。教祖様。人生が言った。土地を守るための戦いであり、家族を守るための戦だが、根底には信仰がある。だから長老を守るための戦だと言ってもいいのだ。長老がいるからこそ、ゴトベイ道は戦う意味を見出すことができるし、強くもなれる。南帝に館を作る。時にはこちらで暮らしていただくことになる。信徒にとって悪いことではないと思う。教祖様が南帝に入ってくだされば、私も安心できます。なかなか難しいが、時をかけてお願いするつもりでいる。白昼と人生が去ると、長英は従者を連れて線香のいよりを唱った。劉将の区分を押し返したようだな。しかし、たった4万でした。劉将には20万の兵がいます。線香は白いひげを撫でながら長英を見つめていた。ついに戦となりましたので、おじ上に私の考えを申し上げておこうと思いました。これからは相談に乗っていただかなくてはならないことも多くなります。なぜ私に。父が抱いた夢を、そして母が受け継いだ夢を、おじ上が一番よくご存知だろうと思うからです。夢だぞ。ゴトベイ道強国を作る夢です。益州をゴトベイ道の国にしようという夢です。長英、それは教祖も知っていることか。いえ、兄上は教祖です。信徒たちの心の拠り所であればそれでいいのです。しかし心の拠り所があっても、寄って立つ土地がなければどうにもなりません。私がその土地を守ろうと思います。それが益州だというのか。まずは漢中です。漢中だけは誰にも侵されないゴトベイ道の土地にしたいと思います。頂点に教祖である兄上がおられる。その下で祭りごとをなす者、兵を統率する者がいる。そういう国の姿なら、民である信徒は豊かに暮らせるのではないでしょうか。帝も衆僕も大使もいりません。違う国を作ろうということだぞ、それは。はい、いずれは益州まで含めたゴトベイ道の国です。それが母上の夢であったと私は思っています。線香は目を閉じていた。しばらくは言葉を発しようともしなかった。難しいぞ長英。そうなれば敵は劉将だけでなくなる。炎章がいる。炎日も曹操も孫策も劉表もだ。数え上げればもっと軍勢がいる。それらは
争っております。いつかは誰かが覇者となるでありましょうが、何十年もかかると私は思っています。それまでに益州をゴトベイ殿の国にしてしまえば。それは教祖にも語ったことが。いえ、語る意味はありません。兄上は信徒たちの心の中におられればいいのです。それ以上のことを兄上に求めてはならないと思います。信徒たちの国を作るのは不実も呪法もなせぬ弟の私の役目です。なるほどな。とにかく漢中だけは何としても守らなければなりません。そうでなければゴトベイ殿は滅びるしかありません。わかったが、国のことはゆっくりと時をかけて話し合おう。余人には語ることはできない。はい。漢中は守らねばならぬと私も思う。山が味方をしてくれます。山にさえ入れば敵を潰せる。そうしておこうと思います。すでにそのために白州が出発しています。白蛇の夢か、母蛇の夢か。龍炎が死んだので夢までついえたとは思いたくありません。むしろ死んだことはゴトベイ殿にとっては良いことです。龍炎は教祖と並び立ち帝のように振る舞ったでありましたし。お前の気持ちはわかるかな。母上は夢のために龍炎に身を任されたのだろうと思います。夢を抱いていたからこそできたことです。二度とそのことは言うな、長英。口に出して言うことを私が禁じる。はい。漢中の守りの兵はいるとしても、政はなさねばならぬぞ。まず、法を定めることでしょう。それを叔父上にお願いしたいのです。私にはできぬ。他に人はいません。祭司たちからそれを選ぶには、いさかいのもとになりかねません。先行が腕を組んだ、言おうと思っていることは言った。国ができないはずはないのだ。ゴトベイ殿という真なるものはある。国を作ろうとする者がいるかどうか、今はそれだけだろう。兵は5万人まで増やします。おじいえ、その兵を養うためにも、祭りごとは必要なのです。それだけいい。長英は伊織を辞去した。再び陣屋へ戻り、側近の兵を集めた。およそ100名。これを2000名ほどにし、自分で指揮しようと長英は思った。白州にも人生にも将軍の役をやらせればいい。隊長の中からも何人かそういうものを選び出す。兄がいて弟がいる。それぞれの仕事を天が定めたんだと長英は思った。2部以上となります。1部2部ゴトベイ殿サイドのお話でございましたね。まあ漢中という場所がいまいち分かりづらいという、文章のみでね、画像がないのでね、どうしてもちょっと分かりづらい部分ではあるんですけどもね。はい。まあ口で説明してもちょっと伝わりづらいので、ちょっとまたなんか地図がありましたらね、ちょっとその時出しておきたいと思います。分かりやすい地図があればいいんですけどね。さてそれではですね、次のお話行ってみますか。ちょっとお待ちくださいね。時間見ながらやっていきますね。ちょっとじゃあ画像を切り替えましょうか。少々お待ちください。
それでは続きを読んでいきたいと思います。3、巨匠に帝を迎えた。巨都と呼ぶようにした。官位も官室のそれに基づいて決めた。帝に力がないので官位はすべて曹操の存在で権威を裏打ちされる。自分がそれほどの存在だとは曹操は考えていなかった。官位もどうでもいいものだった。ただそれを使うことで様々な試みもできた。例えば自ら大将軍についてみると袁紹が横を向いた。それで曹操は大将軍を袁紹に譲った。袁紹はどうでもいいとは思いながら、一応の序列程度は気にしているのだろう。第一の実力者ではあるが、それ以上朝廷に関わってこようとはしない。巨都には宮殿から装備まで造営し、役所の建物も新しいものにした。形としては洛陽や長安に比べても遜色はない。しかし巨都はあくまで破業のための軍都だという思いが曹操にはあった。人が集まるのを嫌いはしなかったが、野放図に町が広がるのは避けた。そのあたりは淳育が手腕を発揮した。屯田はどうだ淳育。荒れた田、持ち主がいなくなった田に兵を入れて開墾させた。朝練ばかりを繰り返すのが兵ではない。米の増産の役にも立てたかった。それで領地はずっと豊かになる。いずれは巨都の周辺だけでなく支配地の全域にそれを広げるつもりもあった。いや、1年2年の長期退陣や遠征も考えられる。兵が自分で米や麦を育て収穫すれば兵糧の問題はずっと楽になる。まだ始めたばかりで先は見えません。兵だけではなく流浪の農民にも開墾の手助けをしてやれば民は中原に流れ込んでくると私は思います。そのために耕地を貸す制度などを設けた方が良いかと。進展があるたびに報告せよ淳育。私は袁紹と比べるとまだ小さい。あらゆることで袁紹をしのぐ努力をしなければならん。宮中の方もいろいろと整えなければならないことがありますが、それはすべて帝育に任せようと思う。今はまず屯田の成功が私にとっては重大事だ。淳育は根底に漢王室の復権という志を持っている。曹操の波動が行き着くところもそこと考えているようなのだ。最後のところは曹操と考え方が違う。しかしそれは最後の最後のところだった。屯田には力を注ぎます。ところで殿、淳勇が殿にお目にかかってもよいと申してまいりました。何？そうか。淳育の一門では傑物と言われている人物だった。今自分がなさねばならないことは人を集めることだと曹操は思っている。淳勇は以前から欲しい人材だった。それはいい、すぐに手配してくれ。淳勇は今慶州か。はい、職軍の大使を拝命してはおりますが、益州との交通は途絶したままで、いまだ任地に入れずにおります。すぐに呼べ、早く会ってみたい。淳育は頭を下げ、大使とした。次に、閣下を呼び、西方の守備の状況を聞き、屯田の可能性について調査するように命じた。西に送る兵糧はできる限り少なくしたい。大敵がいるわけではないのだ。軍の掌握は下江屯にやらせ、その下に将軍が何人かいる。下江屯はもとより、その将軍たちとも曹操はしばしば会った。まだ勢力は小さい。
誰かと連合すれば炎章と五分に対峙することはできる。例えば慶州の劉表、あるいは南方の炎術、そのどちらかと組んだだけでも炎章に勝てる可能性はある。しかしここまで自分の力で大きくなってきたのだ。自立ということを考えたとき、曹操はいつも劉備のことを思い出した。100人ほどの軍勢しか用していないときから、あの男は決して自立の意志を捨てなかった。徳の将軍という風評を作り上げながら、軍友がついえたり屈服したりする中で、したたかに生き延びている。一時は徐州まで利用し、自分と敵対したことさえあったのだ。今は炎術に敗れ、徐州を呂布に奪われ、勝敗で5000ほどの兵を養っているが、これでついえたとは到底思えなかった。劉備自身も、またいつ立ち上がるのか、という気を狙っているだろう。炎章や炎術などより、本当はああいう男の方が手強いのかもしれない。それから江東の孫策も気になった。炎術の力は飛躍的に大きくなっているが、それは孫策の力が大きくなったということだった。炎術はまだ孫策が支配下にいると思っているだろう。そこが炎術の甘さだった。あの孫権のせがれは遠くない将来、間違いなく炎術から自立する。若い者が次々に出てくる、そう思った。曹操はすでに40の坂を越えている。ほう、益州に動きんか。五個の者が報告に来た。この10年、乱れに乱れたこの国の中で、山に遮られた益州だけは大きな動きがなかった。自ら望んで益州僕となった劉焉が死んでからしばらくが経つ。益州にもやはり火種はあったということなのか。なるほど、長老か。劉将の軍勢を漢中の長老軍が打ち払っております。漢中はすでに五都米道の国と言ってよく、今益州で劉将と対立することになったということです。何しろ劉将は五都米道の凶母と弟たちを惨殺いたしましたので。それで五都米道は持つのか。むしろ劉将の方が危ういという気がいたします。信仰で結ばれたものは強く、漢中はしっかり固まっております。漢中の山々はそれ自体が砦と言ってよく、至る所に穴が掘られ、倒木や石が仕掛けられ、軍勢と名の付くものは一兵も入れないという状態です。劉将に手はないのか。長老を暗殺することでしょう。劉将は父親ほど益州を抑えきれておりません。しかし難しいと思います。お前たちでもそうか。長老には100ほどの手だれのものがついています。他に祭司と呼ばれる信徒の頭も。長老は南庭の城にさえおらず、山の頂の館におりますが、その山に近づけません。戦もなす郷土か。いずれ黄巾の聴覚と同じ道をたどるのではないか。え、教祖は戦をなしません。弟に長英という者がいて、なかなかに軍略に長じているようです。信徒は益州全域におりますが、漢中だけでは信徒以外におらぬというありさまで。それは手強いの。祭りごとも祭司たちによって行われ、刑罰なども独特なものが定められているようです。軍の役人がいないだけでも、漢中は別の国と申せましょう。いずれ劉将の方が飲み込まれかねぬか。それまでにはまだ時がかかりましょう。我らの見るところ、五都米道はそれほど勢いではありません。五都米道はそれほど急いではおりません。劉将は懲りずにまた出兵するでしょうが、打ち払われます。しかし五都米道が益州全域に出ていくことはすぐにはないと思います。それほど漢中を固めているのか。
10万の軍大軍で半年をかけてもなかなかに攻略は難しいかと。山の国でその山が全て砦となれば。わかった。続いて人をやっておけ。ゴトベイ道が液晶を飲み込むと厄介なことになる。と言ってお前たちが余計な手を出すこともならん。我らは殿のご命令がなければ。ふと、仏教ですね。ふとの信徒としては、ゴトベイ道の身長は不安であろう。ふとは、他教と己を比べることなどいたしません。ならばよい、行け。このところ、石碑は顔を見せない。京都郊外の林に居寄りを結んでいるというが、曹操も異なったことはなかった。考えなければならないことが山ほどある。考えるだけではなく、決めたらすぐに実行もしなくてはならない。幸い、優れた人材は集まってきている。淳勇もやがて京都に来るだろう。人が集まるのは帝を衰退しているからであるとも思えた。人の心には、400年続いた漢の王室というものは消しがたくあるようだ。面白いことが起きております。殿。夏侯惇が曹操の支室にやってきていった。この支室に入れるのは夏侯惇や淳育ほか数名のみである。ここでも10名ほどのえりすぐりの手だれを連れた天衛がしっかりと警護している。演術が劉備を攻める気のようです。千年の戦で劉備を潰しきれなかった。演術はそのことにこだわっているのか。ダメになっていくな、演術は。劉備の本当の手強さを見抜いて、演術が動いているとは思えなかった。貨幣であった劉備を潰すことができず、自尊心が傷つけられたとしか思えない。曹操にとっては劉備が消えるのは悪いことではないが、演術にはあまり意味がないのだ。演術はまたおかしなことを考えております。呂布に娘が一人いるのはご存知でありますか？知っている。その娘と自分の一人息子との縁談でございます。つまり、演術は、劉備を潰し、呂布を取り込もうとしていることだな。それで南方から徐州まで支配できると。演術が今やらなければならないのは、会計までをも制した孫策をしっかりと抑え込むことだ。呂布と連合することで孫策を抑え込もうというのは、なかなかの戦略ではあるが、穴が大きすぎる。従ってくる者は受け入れるだろうが、呂布はもともと孤独に戦う男だ、と曹操は思っていた。特に、董卓を殺してからの呂布は、誰も制御することはできなくなっている。近々、演説は兵を出すでしょう。それを呂布のもとにいる陳宮があの際でどう裁くかですな。陳宮がどうにかできることではないと曹操は思った。確かに才はあるが、そういうところで生かせる質のものではない。むしろ呂布がどう受け取るのかの問題だろう。殿は、演術と呂布の連合はできまいとお考えでしょうが、この縁談が成り立ってしまえば、理屈を超えた血の問題が出てきます。二人が連合できないような手だけは、打っておかれた方がよろしいと思います。何か、お前にいい手はあるのか？私の知り合いで、陳恵と申す老人が、今なかなか呂布の信頼を得ております。陳藤と申す息子も切れ者です。動かせるのだな、その親子を。
はい。ならば任せよう。確かに炎術と呂布が組めば、私は南に強大な敵を抱えるということになる。それにしても炎術も呂布を打とうと考えれば良さそうなものなのに、名門の人間が考えることはよくわかりません。炎症の考えていることはわかるだろう。家北の統一でございますな。帝には見向きもしなかった家北を統一し、それから殿や炎術を打つ。それでこの国を制することができます。炎術は自ら炎家の王室を作り、その最初の王になろうというのでありましょう。まさにそれが王道と本人は考えてんでしょうな。高尊さんが少しずつ締め上げられていく。もはや幽州で孤立した格好だ。劉備が救援に向かうということはあるまいな。劉備という男、高尊さんの器量を等に見切っておる。いずれ殿はもう一度健康一滴の勝負に出なければなりません。炎症とはいずれぶつかる宿命だろう。それをいつにするのか。北に高尊さんがいる間がいいが、今は南の勢力がまだ強すぎる。炎症と慶州の劉表との結びつきも固い。加工屯、この国は広いな。私はもっと力を蓄えたい。気づけばもう40も過ぎている。焦って良いことは何もありません。感情に任せて上州を攻め、呂布に遠州を取られかけた。あの時のことは忘れまい。取り戻すのに1年余の歳月を必要とした。無駄な歳月でもあった。よく考えると遠州という男は無駄なことは何一つしておらん。お分かりになっておれば、それは無駄ではありますまい。加工屯が穏やかに笑った。証券でわずか5000の兵を集めて旗揚げをした。あれから何年が経ったのか。あっという間だったような気もするし、長い旅だったとも思う。力の限り戦い、生きてきた。それだけは確かな思いだった。3部以上となります。ここでお話が曹操さんの方に戻ってきましたね。曹操もまだまだね、勢力はそこまで大きくない状態でございますからね。はい、戦いはまだまだ続くということでございますが、画像の方をちょっと切り替えたんで少しねテンポ悪かったと思います。珍しい炎術さんの画像があったのでね、ちょっと使わせていただきました。坊主頭の炎術さんですね。しかも鎧姿でいかついという。だいたい炎術さんはなんか猿っぽい絵が多いとは思うんですけどもね。しかもなんかセリフもなんかすごい暑苦しいですねこれ。池上良一先生の炎術ですね。さて、それではですね、続けて読んでいきましょうか。4。炎術から持ち込まれた縁談を呂布はそれほど考えずに承知した。娘を嫁にやることによって炎術との連合になる。陳旧はその是非を考え続けていたが、呂布はただ娘と離れられると思っただけだ。娘を見ると嫌でも産んだ世を思い出す。だから可否の館でも次女を何人かつけただけで顔を合わせずに暮らしている。炎術が嫁に欲しいと言うならそれもいいだろうと思ったのだった。娘を決して軽く扱うことにはならない。だから世を裏切ることにもならない。ところが可否城ではこの縁談の是非をめぐって重臣たちの大騒ぎが起きた。要するに縁談そのものではなく炎術と手を組むことが是か非かという議論だった。陳旧には意見を聞いたのだが、
思い悩んでいて結論は持っていなかった。陳旧はいつも天下ということを考えている。今演術と結ぶとその傘下に入ったと世間では見られるのではないかとどうしても考えてしまうようだった。衆を一つ利用すればこんな面倒な問題も起きてくる。陳旧と陳東の親子が取り闇にせよとうるさい。演術は朝廷に逆心を抱いているというのだ。このところ演術の振る舞いはさながら帝のようだということだ。俺にはそんなことはどうでもいい。ただ娘を嫁にやると演術をひねり殺すことはできなくなるな。殿、演術といえば名門中の名門。炎症すら承服だと馬鹿にしております。息子の縁談はいずれ曹操や炎症を攻めるとき殿を先方に使おうという魂胆なのではありますまいか。俺を連合しようというからには当然共に奴らと戦おうということだろう。理由をつけて引き延ばせませんか。炎術の腹が今一つ読めません。炎術が劉備討伐の軍を出したという知らせが入ったのは陳旧とそういう会話を交わした数日後だった。3万の軍で勝敗を攻めるという正式な知らせが呂布のもとにも届いた。勝敗の劉備はせいぜい5000というところだろう。勝敗は見えていた。しかしなぜ炎術は劉備を攻める。先年幼州に攻め込まれたことを忘れていないのでありましょうか。炎術がやることはまだ他にあるはずだと呂布は思った。しかし深くは考えなかった。炎術が自分を討ちに来るというのなら相手としてやってもいいが、わずか5000の劉備を討つというのだ。執念深い男なのです。細かいことを根に持って大きなところを見落とす愚か者でありますな。曹操と手を組んで炎症に向かわれた方が殿の未来は大きく広がります。細かいことを根に持つか。会議で陳東がそう言ったがそれも呂布には納得できなかった。ただ劉備をこのまま打たせていいのかという思いはある。勝敗は可否の俗情のようなもので、詰まるところ、炎術は呂布の武将を討とうとしていることと同じではないのか。どちらにつくことも避けた方がいいと思います。劉備殿に対する狩りは、先年の戦で炎術軍を追い払ったことで既に済んでおります。陳旧が言った。それに対しては陳敬陳東の親子も異議はないようだった。ここで炎術と決定的に不安になるのも大曹操を考えれば賢明とは言えん。縁談は返事だけでは色よく実際には引き延ばす。そういうことで情勢を見ていくべきだと思うがな陳旧殿。まあそれも良いか陳旧殿。陳旧陳東はもともと徐州の高官である。死んだ刀剣の家臣というわけではなくだいぶ昔に中央から赴任してきていた。能力はあると陳旧は言ったが呂布は好きでも嫌いでもなかった。どうにもこういう役人はいたものだ。炎術軍の大将は綺麗だった。炎術騎下随一の武将と言われている男だ。何が何でも炎術は劉備を殺そうと考えているようだった。細かいことを根に持つ男か。一人になると呂布はつぶやいた。戦なら戦で早く始めたかった。しかし陳旧はまだだという。徐州内の豪族は力で抑え込んでいるが本当に基準してはいない。
そんなことは呂布には分かっていた。負けた者は勝った者に嫌でも従う。すべてがそういうことではないのか。呂布は陳宮にそう言ったが、兵数の問題から兵糧の問題まで陳宮は持ち出してくる。天下を狙うならば、今はまだ炎術の下にいる孫策と組んで、まず炎術を倒し、次に孫策と楊州をかけて戦う。勝てば慶州の劉飛を撃つ。それでたとえ炎章と曹操が組んでも十分に対抗することはできる。呂布は単純にそう考えていた。20万、30万の軍勢で広い国土を争うと考えず、2000、3000でせいぜい軍の一つを奪う戦と置き直して考えてみればいいのだ。本当に勝てるかどうかはわからないが、少なくともそれで勝ちは見えてくる。あとはやってみなければわからないのが戦なのだ。呂州には4万の兵がいた。後頭の孫策と組めば炎術を強撃して十分に勝てる。孫策に勝てるかどうかはその後のことだ。4万の兵は豪族たちがいやいや差し出したもので精鋭ではないと陳宮は言う。しかし長廉はしていた。あとは七に立たせればいい。それで兵は強くなるものだ。配下には将軍が5人いた。騎馬隊は8000である。呂布の日々はその将軍たちの連兵に立ち会うことだった。時に三百数十の騎下の動きを見せてやる。2000ほどとの戦の真似事もしてみる。騎下の兵に隙はなかった。2000騎が相手なら縦横に駆け回り分断し追い詰めることができる。この騎下がいる限り騎馬戦になって負けるとは思えなかった。綺麗に率いられた炎術軍が呂州に入り勝敗に向かっていた。殿、勝敗より救援の要請の使者が参りました。当然の要請だと呂布は思った。勝敗は可否の支配下で、そこが大軍に攻められるとなると可否が援軍の要請を受ける。しかし重臣たちは炎術軍と戦うことに積極的ではなかった。いつもの呂布ならそんな意見は無視しただろう。反対の意見のほとんどは縁談が進行中という理由によるものだった。楊が産んだ娘、そう思うと呂布もむやみに立ち上がることはできなかった。炎術はうまいところをついて自分の動きを封じていると呂布は思った。綺麗の軍が呂州に帰ればそれでいいのである。陳宮、しかし炎術が本気で劉備を潰す気で出してきた軍ですぞ。との、戦にならなければいい。一兵も死なせることなく綺麗の軍を俺が呂州に返してやる。そんなことをどうやって。任せておけ。出動するぞ。陳宮が止めようとしたが呂布はもう聞かなかった。騎馬隊だけ5000騎を整列させた。呂布は関戸にまたがった。騎下の黒ずくめの軍団。呂の旗と共に動き出す。自分の体が思う通りに動いている。呂布はそう思った。前衛に500騎、後方に4500騎。この軍を誰が破れるというのか。勝敗の城から10里、約4キロのところに、
比例は本陣を置いていた。三万は本陣の両翼に広げている。劉備は勝敗の城を固めていたが、徐州の豪族は誰も援兵を出さなかったようだ。徳の将軍などと謳われても、追い詰められればこんなものだ。強さが全てなのだ、と呂布は思った。呂布は五千の騎馬を、両陣営を東分に見渡せる急流に整列させた。その前に三百数十騎の騎馬。呂の旗が風になびいている。両陣営に使者を出せ、陳旧。この呂布が劉備と綺麗の三人で話したがっているとな。拒絶したら、すなわち敵対とみなす。何？ただの話だ。血を見ることはない。しかし、殿。ここは戦場だ。俺の言うことに従え、陳旧。連れてくるのは文官が一名だけ。俺はお前がついてくるといい。陳旧が伝令の兵を四名呼び、二名ずつ両陣へかけさせた。その伝令が戻るとすぐに、呂布は古障、折りたたみの椅子を二つ、両陣営の中間に置かせた。行くぞ、陳旧。呂布は陳旧と二騎だけで古障が置かれている場所に進み、十数歩手前で関戸から降りて歩いた。それを見ていた両陣営から二騎ずつ出てきた。劉備と綺麗、文官が一人ずつついている。劉備についているのは美軸という男だった。呂布は二人に故障を進めた。勝敗の降伏は認めぬ。劉備の首を我が殿は所望されている。綺麗は呂布の方だけを見ていった。黒いひげを蓄えた異常部である。劉備は弱々しく見えた。和睦してもらいたい。呂布が言うと、劉備がうつむいていた顔を上げた。炎術殿のご子息との縁談が進んでいる。従って俺は炎術軍とは戦えん。しかし、勝敗は可否の支配か。劉備が撃たれるのも黙って見ていることはできん。つまり、この戦は俺にとっては困るのだ。それは呂布殿の都合だけではないか。横を向きながら綺麗が吐き捨てた。劉備は黙って呂布を見つめている。劉備の命乞いならまだしも、和睦などと馬鹿げたことを。俺は呂布だ、綺麗。呂布は目を細めて綺麗を見つめた。俺が困る戦を炎術はなぜ仕掛けてくる。縁談さえなければ俺はお前の首を跳ね飛ばしてやるところだぞ。それとも縁談は策か。まるで腐れ者が考えるような。なんと、たかが三万、皆殺しにするぐらい俺にとってはたやすいことだ。それが話し合おうと言っているのだ。それとも俺の騎馬隊と手合わせをしてみるか。待たれよ。話し合いはいい。しかし、劉備を撃てというのは我が殿の命令だ。和睦はできぬ。わかった。和睦などしなくてもいい。劉備の表情は動かない。弱々しく見えるだけで本当はしたたかな男なのか。綺麗の顔色の方が青くなったり赤くなったりしていた。天の意地にかけてみようか。どういうことです？200歩の距離で劇の弧、要の部分ですね。劇の弧を弓で射ることができるか、綺麗。そんなことができるわけはない。俺ならできるかもしれん。だから？俺が劇を射る。当たったらお前は兵を引け。それを天の意志だと思うのだ。
当たらなければ好きなだけ戦をすればいい。俺は手を出さん。どう考えても劉備には不利な申し出だった。綺麗は考える表情をしているが、劉備は顔色も変えていない。俺もやるだけのことはやらねばならん。ご了承の返事を聞きたいな。考えるときはやれぬ。いいでしょう。言ったのは劉備だった。こいつと瞬間呂布は思った。平然と言い放ったという感じだった。綺麗の方がうろたえていた。本当に当たらなければ手を出さないのですな、呂布殿。当たり前だ。ならば戦の前の儀式のようなものだ。やっていただきましょう。当たれば兵を引けよ。引かなければ俺は俺の騎馬隊を動かす。わかった。当たるはずがないとキレイは思っている。普通の球種なら矢が届きさえしない距離だ。それでもキレイには落ち着きがなかった。劉備は無表情で遠くを見ている。よし、新旧の200歩だ。普通に歩く。連れてきた者にそれを確認させろ。故障が置かれたところから200歩、新旧がゆっくりと歩いていく。かなりの距離だった。確認して戻ってきた備蓄が青い顔をしていた。劉備は遠くを見るような目を変えていない。よし、新旧、劇を立たせろ。それから弓だ。どんなものでもいいぞ。兵が一人かけて劇を立ててきた。手渡されたのはごく普通の弓と矢だった。それぞれの陣に戻り、兵たちに俺の話を伝えてくれ。みんなで見物するがいい。当たらなければ俺が恥をかく。その時はいくら笑ってくれてもよいぞ。劉備と綺麗が自陣へ去った。殿。劉備のやつ、顔を一つ変えようとしなかったな。どこかふてぶてし、それに比べて綺麗は肝の小さな男だ。わざわざこんなことをして恥をかくことはありますまい、殿。陳旧も当たるはずがないと思っている。両陣営がどよめき始めていた。呂布は故障から腰を上げ、天を仰いで風を測った。晴れている。雲の動きはそれほど急ではなかった。呂布は弓と矢を持った。どよめいていた両陣営が水を打ったように静かになった。劇の刃が日の光を照り返している。それが大きく見えるのか小さく見えるのか。心の持ちようだと呂布は思った。呂布は一度関戸の方に目をやった。関戸にもこの賭けを見せたかった。構える。引き絞る。劇の刃が放つ光しか呂布には見えなくなった。いや、無意識に放っていた。劇の刃の光にそれは吸い込まれていった。光が消える。劇は倒れていた。両陣営から声が上がった。それが空を圧するほどに大きくなった。陳旧が口を開けて呂布を見ている。呂布が片手を上げると、帰化の兵が駆けてきた。呂の旗、関戸にまたがった。黒ずくめの軍団が綺麗の陣に向いた。まだ声が上がり続けている。木の旗が動いた。遠ざかっていく。天の意志に綺麗は従ったようだ。こんなことがあるのですか、殿。俺は当てるつもりだった。当てる自信もあった。劉備はそれに気づいていた。それに比べあの綺麗のやつはただうろたえただけだ。演説など相手にするような男ではないぞ、陳旧。関戸の腹を股で締めた。関戸が駆け始めると帰化の前期もついてくる。徐州の源や戦にはならなかった。場合によっては綺麗との戦になるとも呂布は思っていたのだ。矢が当たった。自分の運なのか、それとも劉備の運が強かったのか。呂布はかけながら考えた。かなりの距離だった。
当てる気になれば当たる。天下などというものもそれと似ているものかもしれない。取る気になれば取れる。距離がいくらあっても矢は届くところだ。天下を取れるぞ。陳宮に向かって行ったつもりだったが、そばにはいなかった。この騎馬隊の動きに陳宮の馬でついてくるのは無理だろう。呂布は苦笑し、関所の腹をさらに股で締め上げた。関所の足が速くなった。風が打つように全身に当たってきた。以上、四部でございました。光の矢、以上でございます。三巻の序章といった感じでございましょうかね。呂布の有名なエピソードでございます。三国志の有名なキャラがかなり現れてきておりますね。特に呂布はかなり有名です。本家の中国では人気のない武将なんです。武将らしいですね。日本では非常に人気があるキャラクターでございます。ちなみに初登場の綺麗将軍、画像は一応、用意している間少しね、画像用意している間の読むペースがちょっと遅れてしまいました。申し訳ございません。ちょっとテンポが悪かったですね。すぐにパッと用意できないのは難しいところでございますね。綺麗将軍は持ってる武器が三尖刀という武器なんですけどね。この刀が槍ですかね。こっちの方がね、綺麗将軍より有名かもしれませんね。いろんな武将が出てきて、皆様どの武将がお気に入りですかということでございます。僕はね、今回もちらりと出てきたね、ビジク殿が気になりますね。はい、この小説に出てくるビジクですね。あんまりスポットが当たったことがない武将だと思うんですけど、非常に文官だからね、おとなしそうなキャラなのかなと思わせつつもね、やたらなんか暑苦しさもあり、暑苦しいって言ったらなんか悪い感じに来るかもしれないけど、妙に暑さがあるし、なんか時々怖いこともねポロッと言うんですよね、このビジクさんね。1年ぶりに読んでて何言ってんだと思われるかもしれませんけどね、前回のエピソードあたりで印象的だったのが、自分の妹をね、リュウビさんに差し出しておいてね、あれはそれほどの女ではありますまいみたいなことをね、なんか割と平気で言うあたりがね、自分の妹なんですけどね、すごいこと言うなっていう、なんか漂う男臭さが半端ないですよね。今回はなんかうろたえてるというちょっと情けないキャラを見添いつつもね、それは見た目だけかもしれないということでございますから、ビジク殿には要注意ですね。はい、では皆さん、お久しぶりでございました。三国志朗読以上でございます。本日はね、また次回お会いしたいと思います。もう1年も明けないですからね。はい、読んでいきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でございました。こちらの放送の方失礼いたします。